さあ皆様いかがお読みになるでしょうか。2023年今年の漢字、税、税、貢ぎと読みます。税金の税でございました。今年の漢字一字が、この税という字が選ばれました。私これ、見せていただいて、非常に厳しい日本の情勢を感じております。私個人は、子どもの頃から、野球ということで遊んでおりましたんで、トラやろうなと内心思っておりましたけれども、蓋を開けてみたら税という字だった。非常に、国民の皆様方がシビアに税の行方というものを見ておられる、税に関する意識が非常に強いということで、改めて国民の皆様方の視点を感じた次第でございます。来年こそは乃木編の和という字を書きたいと、どうか一つ皆さん方のご力で皆が和むような、世界の人々が和むような、そんな和という字になりたい。